1号艇若林翔選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ1号艇が手に入りました。はい、はい、さあ昨日と同じ場所からとなりますが、はい、昨日はだいぶ1マーク意識水面も高くなってましたし、はい、冷静にと言われてました。はい、はい、実際こう走る中での動きっていうのはどう感じました？かかりとかグリップ感なんかは、はい、気に入ってます、うん、はい、いいですね。そこも今節は特に大事な感じがしますよね。はい、日ごとの変化っていうのはどうなんでしょうか？やっぱプロペラにそれなりに反応するんで悪いエンジンではないと思うんですけどね。はいはい、昨日2走ともに4日目とは形を変えてということでした。はい、今日はいろいろ今節踏まえて考えてどうですか？なんか昨日と風とかも一緒そうなので今のところは昨日の雰囲気でいこうかなと思ってます。はい、昨日の状態もかかりとかっていうお話ありました。その他の部分っていうのはある程度、まあ普通ぐらいだと思います。では大きく気になるところをまず出さないことと、そうですね、もうあとはスタートですね。はい、はい、まあ、今日もねちょっと中潮ということですが雨も降りましたのでそれなりに水温って上がってきそうですから。そうですね、本当スタート難しいので、うん、全速でいけるように集中したいと思います。はい、わかりました。ではメッセージを最後にお願いします。はい、せっかく地元で1号艇で乗れたので、優勝だけ目指して頑張ります。応援お願いします。2号艇の佐久間明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今節46号機、まあ、20% 台の副勝率モーターという中で4日目にようやく1着がありました。はい、まあ、今節序盤からこう振り返ってみて調整は苦労があった感じなんですか？ちょっとね、前傾の手応えが非常に悪かったんで、はい、そこから、ちょっとペラ早急に叩かないとなっていうところで、まあ、ある程度走れるゾーンに初日から入れれたんで、はい、ちょっとそれは良かったかなと思います。はい、そして、その後、さらに上積みみたいなものはあったんですか？そうですね、まあ、良かったり悪かったりを繰り返しながら、はい、ある程度ここら辺が一番いいのかなっていうところで昨日走れたんですけど、はい、そのここら辺っていうのは具体的にどんなところでしょう？やっぱり行き足中心に足を仕上げたいんで、まあ、その行き足中心に来てたんで、まあ、ある程度ここら辺なのかなっていうところですね。はい、今節はこう、水面もあまり良くなくてっていう声を多く聞きました。はい、その辺もしっかり乗りこなしていけるような。そうですね、しっかり対応しようとはしてますね。はい、昨日の準優勝戦はしっかり向いてくれて進みました。そうですね、はい、ちょっと、はい、渡辺さんに押してもらっていいとこ入れたんで、まあ、ちょっと他力的な感じですけど、まあ、良かったんじゃないですか。はい、直線は普通くらいはありますか？直線、行き足に関して言うと、エンジン素性的に考えても十分いいと思うんですけどね。まあ、伸びきりとかそういう部分で、いい人とどうかなとはまだ思ってます。はい、ただそこを意識するよりはっていうことですね。そうですね、はいはい、スタートはまたこれも風も強弱あります。そうですね、ちょっとフライングしないようにっていうのを考えながらスタートしてるんで、そこら辺でちょっと様子見たりとかはあるんですけど、まあ僕の平均スタートからしたら、まあ、十分じゃないでしょうか。はい、それでは2枠での登場となります。はい、意気込みをお願いします。そうですね、しっかり、リラックスして、優勝を目指して、一生懸命走ります。3号艇の深水慎一郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ昨日の準優勝戦3コースからまくり雑誌、はい、回った後の感じ、ああもう時間すごく良かったですね、昨日は。はい、その手応えっていうのはもう運転などの時から感じていて、3日目からちょっと形変えてからです。はい、だいぶそこからベースはできたんで、そこからの微調整でだいぶ良くなりました。はい、昨日が一番いい状態。そうですね、昨日が、一番良かったです。はい、他の部分はもう気になるところはないですか？いやもう欲を言ったらキリがないんですけど、もうだいぶ頑張って合わせられたと思ってるんで、できたらいじりたくないんですけ どちょっと4号艇が気になるんで。そうですよね。まあ今日またちょっと試運転してから考えようかなと思ってます。はい、伸びは直線は普通くらいは、あ普通よりはちょっといいんじゃないかなと思ってるんですけど、いいですね、なんせなんで
ちょっと、うん、4番の伸びは気になりますね。今節だいぶ田中さん見せつけてましたもんね、はい、ちょっとだいぶ見せつけられちゃってるんで気にはなってます、はい。まあ、ただこの 20% の副勝率というところを考えるとかなりもゾーンに入れてきて、はいはい、引き出せてると思います、はいはい。この湿気の影響とかはどんな感じですか、イメージは。もう暑くて、もう湿度も毎日すごくて、はい、もう、もうなんかもう毎日あるのか、僕あんま差がよくわかんないです、まあ、ある意味まあそうですね、ある意味では、うん。そしてスタート感はいかがでしょう。いや、スタートはもう分かってるというより頑張っていってるって感じです、うん、はい、分かりました、はいはい。では最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。ご声援よろしくお願いします。4号艇田中剛選手です、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ今節は、まあ、ご自身もお話しされていましたが、やっぱりモーターのパワーしっかりと感じながら、そうですね、そういったレース多くありましたし、はい、周りのメンバーもやはり警戒されて田中選手がいるとっていう話も出てましたね、はい。さあそんな中オール3連帯で来ましたが、昨日準優勝戦、ちょっと調整などは変えていったりとかはあったんですか。乗りやすさを求めた分、うん、足が少し落ちててスタートも少し遅れちゃったんで、うん、ちょっと展開が悪かったです、うん、はい。スタートもちょっとしづらさなどもあった。風が昨日だいぶ変わってしまって、うん、少し合わせづらかったです。なるほど。では今日はまた乗り心地を求めるというよりは船足を元に戻していくような調整の方向性。そうですね、4号艇なので、はい、少し時間あるんで考えて調整したいと思います。今節は本当にこうぐっと出ていく伸びの部分、道中の見せ場も多くありましたね。そうですね、もう本当にエンジンに助けられているのが多いんで、エンジンのおかげです。そこにもう一度、それをもう一度取り戻してということですね、はい。スタートはでは改めてこう特訓でしっかりと掴んで。そうですね、また今日も風が、追い風が強そうなんで、はい、スタートに気を使いますね。ですがこのモーターでこの位置となるとチャンスは十分という感じですかね。まあ、エンジン的にはいいと思うんで、あとは本人次第だと思います。では最後に意気込みをお願いします。まあ、久しぶりに優勝戦乗れたんで、優勝できるように頑張ります。応援してください。5号艇の斉藤仁選手です、よろしくお願いします。お願いします。さあ昨日準優勝戦はちょっと悔しさも残るような感じですかね。そうですね、その足は良かったんですけど、はい、内容が最悪だったんですけど、まあ、優勝戦乗れて良かったです、うん。ちょっとうねりとかもだいぶあるか。いやいや、もう単純な、操縦者の問題です、うん。では今日改めて気を入れ替えてと、気持ち入れ替えてと。いや、ああ気持ちいい、気持ちいい、はい、入れ替えても一緒なんでその時の感じでいきます、はい。さあ、仕上がりなんですが、今節63号機この優勝メンバーでは、優勝戦メンバーの中ではいい勝率もあるモーターですが。そうですね、数字があるので自分がしっかり合わせきればいい足だと思います、うん。今節はそれしっかり手応えはあってという。初日2日目はちょっと不安だったんですけど、うん、4日目後半から足に関しては納得してます。どのあたりがいいなと感じているところですか。回った後のつながりが、うん、良くなったと思います、うん。そこが一番課題の部分であってということですね。そうですね、ちょっと乗りづらさは残ってて、乗りづらさが取れないんですけど、足に関してはいいと思います、うん。ではまあパーセンテージでいうと数字に近い感じ、手応えというのがある、はい。その乗り心地に関してはやはりもうちょっと欲しいですよね。正直欲しいです。今日はどういったところでその修正というのを考えています。まあ、乗り心地がつくかどうかわかんないんですけど、はい、一通りエンジンとプロペラ調整して、昨日みたいな自分でミスするような足じゃなければいいなと思います。船足自体は昨日の状態まで持ってこれば、はい、足はもう、はい、はい、いいと思います。スタート感はどうですか。合ってきてます。では最後に一言お願いします。はい、久しくボートレース平和島で優勝してないので、優勝戦乗ったので、優勝狙って頑張ります。応援よろしくお願いします。6号艇山田亮太選手です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ73号機全権もらった時は
はい、ね、ちょっとどうしようって思われたかと思いますが、はい、はい、優勝戦持ってこれました。はい、はい、ラッキーです。そうですか、はい、うん、やはり手応え的にはちょっと大変な節になりそうだなっていう印象最初ありました。そうですね、数値的には不安でした、ね、うん、はい、実際乗ってみていかがでした。はなんか普通には動きそうな気配はありました、はい、うん、はい、気配はあったということで、まあ、なんとかこう乗る中で少しずつ変化を持たせていって、そうですね、はい、まあ、チルト上げてある程度改善されて、はい、あと微調整で、まあ、すごい気になるところはなくなったかなっていう感じですね、はい、もう最初からこうチルトはプラスの 0.5 度でっていうのはこの方がいいなっていうのは、そうですね、頭にあって、まあ、ちょっとあんまり時間がなくて、あの初日チルトぐらいしか試せなくて、でもそこが一番良さそうだったんで、はいはい、特徴どんなところでしょう。まあ特に不満なところが今ないかなと思ってます、はい、なるほど。ではある程度この水面の中でも乗りこなせる乗り心地も、そうですね、はい、うん、いいですね。さあでは、まあ、6枠と遠くなりますけれども展開、そうですね、あればっていう感じですか。そうですね、はい、うん、ただその辺もしあれば、うーん、わかんないです、はいなんとか待ちたいですね、はい、今日もね。そうですね、はい、スタートも0台昨日行ってました。はい、はある程度自信持っていけました、はい、では最後に皆さんにメッセージお願いします。はい、せっかく乗れたので船木に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。